こんにちは。食用アマガエルの心の声です。本日は秋田県大仙市上鶯野にある麺屋れんれんさんにお邪魔します。どうぞよろしくお願いいたします。お店の場所は国道105号線沿いにあり、イオン中山店の目と鼻の先にあります。先だってご紹介させていただいた仙北市田沢湖にある麺屋紫さんと姉妹店ということで、とっても楽しみにしてまいりました。今回営業時間外にもかかわらず撮影協力していただきました。本当にありがとうございました。店内は電球色の明かりがとってもおしゃれな雰囲気を醸し出しています。至る所にこだわりを感じるインテリアも麺屋れんれんさんの特徴です。カウンター席とテーブル席がメインになります。食券制なので、入り口にある券売機で食券を購入してからお店に入るシステムです。私はあっさり系が食べたい気分。女房は聞かなくてもこってりでしょう。この動画を見ている誰もが知っている事実です。おつまみワンタンは食べようって決めてきました。もちろん餃子も注文します。食券を購入したらお店の人に渡しましょう。食用アマガエル入って左手奥のカウンターに陣取りました。水はセルフサービスです。グラスがきれいに整頓されています。いつもありがとう。麺屋れんれんさんのラーメンを一通り見てみましょう。鶏そばはラーメン好きに流行中の懐かしくも新しい鶏のうまみがあふれる中華そばとある。鶏そばにあんがたくさんの大ぶりのワンタンが3個入ったものが鶏ワンタン麺だ。麺の硬さはお好み次第。極細ストレート低下水面のパツパツ食感を濃厚な鶏スープとともにお楽しみくださいとある。替え玉もできるようだ。地中海の太陽と風の恵み、洋と和のマリアージュが一杯の丼の中に誕生しました。鶏トマトです。あ、戻します。いただきます。まずはスープから見ていきましょう。うわー、中華そばって感じの懐かしい雰囲気がしますね。それでいて今っぽい感じ。これが麺屋れんれんさんの鶏そばという中華そばです。梅そばで具はメンマ、鶏チャーシュー、味玉、海苔、ネギです。麺は中細の縮れ麺でしょうか。これはたまりません。実食です。梅ごど、この透き通った醤油スープ、懐かしくも新しい旨味が確かにあふれている。こんなうまいスープを編み出すなんて天才だな。チー油の膜が張っていて熱々のスープもたまらない。これは毎日でも食べられそうな一杯だな。低温調理された自家製の鶏チャーシューはどうだろう。やってくてうめえ。このチャーシュートッピングすればよかったと今更後悔。ぜひこの自家製の鶏チャーシューをトッピングしてみてください。マジでうめえがら。自家製ラー油がうまい。カリッカリの皮が最高の焼き加減。こちらはテイクアウトもやっているようです。餃子美味しいです。食用アマガエル。いただきます。今日はお酒は飲んでませんよ。ラーメン食べる前にお酒にとっても合いそうなおつまみワンタンを食べておりました。間違いなくビールに合うものだと確信しました。それでは私が注文した鶏白湯醤油を見ていきましょう。このラーメンの麺は最近私がハマっている低加水の麺で、パツパツした歯ごたえが特徴の麺です。麺の硬さも選べるので、お好みの硬さでどうぞ。特上にニンニクがあったので、またまたテンション上がっちゃいました。おいしい。この白湯スープはしっかりと塩味も効いていて、物足りなさは全くなくて、見た目のこってりな感じとは裏腹に油っぽさは感じないんですよ。とにかくうめえんですよ。先だってお邪魔した仙北市田沢湖にある麺屋紫さんの店主さんの弟さんが、ここ中仙で麺屋れんれんを今年オープンさせました。視聴者さんからもとってもリクエストがあったお店です。今日は店主さんのご厚意で閉店後に撮影させていただくことができました。本当にありがとうございました。ごちそうさまでした。ラーメン大好き。麺屋れんれんさんの営業時間はご覧の通りです。定休日は不定休です。餃子や唐揚げのテイクアウトもやっています。ぜひご利用してみてください。インスタグラムでお店の休みを毎月発信されています。ごちそうさまでした。今日もラーメンを食べて幸せな気持ちになれました。今日は閉店後に撮影をさせていただき、本当にありがとうございました。こちらが名刺です。ステッカーもありますので、よかったらどこかに貼っていただけると嬉しいです。店主さんから顔出し OK いただきました。すぐに券売機にステッカーを貼っていただきました。いがった、女房のステッカーも追加できた。ごちそうさまでした。どうです。